皆さんこんにちは。 N フラワーデザインスクール代表の飛鳥です。4月の25日、26日、横浜山下公園内にあります日本郵船氷川丸さんで N フラワーデザインスクール展が行われました。今回は氷川丸さんの85周年をお祝いするという、記念のねスクール展となりまして、こう皆さんが、誕生から出航というか新しいね、まあ、未来への道というか、こう氷川丸が未来へまだまだこう出航していくっていうような意味合いを踏まえた中でのテーマをつけて、氷川丸をお祝いするというテイストで作品を作り飾らせていただきました。前回は、ハロウィン、クリスマスというもうちょっと明確なテーマがあったんですが、今回はこうちょっとね抽象的なテーマになって、その解釈というか、まあ、少しねこうグレードが高いというか難しかったと思います。ただ、今回出来上がった作品はもう前回はねもう完全にしのぐ素晴らしい作品が揃いました。やはりねこのスクールの技術力というかクオリティの高さをこう我ながらね実感した、もう本当に自分の立ち上げたスクールなんですけれども、こう会員さんのレベルを見て本当にすごいなって、感心する、スクール展となりました。この動画ではこのスクール展のね素晴らしい作品の数々をこう少しずつの時間ですけれども、ぜひ見ていただきたいと思います。では作品をご覧ください。